この物語はフィクションです。間違いなくフィクションです。よって実在する場所、人物、団体名などとは一切関係ありません。良い子のみんな、真似しちゃダメだよ。いや、ミオンがそれを言っても説得力ないんじゃないか。うわっ。なお、特別編の関係上、本編とは微妙に話が噛み合っていなかったりもしますですが、こんな平和な日常もあったかも、ということで皆さん、温かく見守ってくださいなのです。ペコリ。要するに、とにかく楽しければ何でもありってことですわ。身も蓋もないね、さとこちゃん。それでは、日暮らしの泣く頃に水、恥さらし編、始まりー。それは7月に入ったばかりの真夏並みに暑かったある日の放課後のことでした。みんなちょっと聞いてほしいのです。ん？どうした、リカちゃん。み、僕はみんなとプールに行きたいのです。え、プール？リカちゃん、ここのところプールに行きたいってずっと言ってたもんね。うん、プールか。確かにこれだけ暑いとプールが恋しくなるね。いいねいいね。レナはもちろん異議なしだよ。ですわね。たまには沢遊びじゃなくて広いプールの中を思いっきり泳ぎ回りたいでしてよ。そういや、この学校ってプールないよな。プール授業とかはどうしてるんだ？沢で水遊びしたり、沖ノ宮の市民プールにみんなで行ったりしてるよ。そこって去年改築が終わってね、少しは遊べるプールになったんだよ。みー、流れるプールやウォータースライダーが楽しみなのですよ。楽しみだよね。ねえねえみーちゃん、今度の日曜日とかみんなでプールに行くってのはどうかな、かな。おじさんもバイトとかは特にないしね。今度の日曜日、都合の悪い人いる？レナは平気。私も大丈夫ですわ。もちろんなのですよ、みぱーん。おってことはなんだ、今度の日曜日はプールってわけか。そいつは楽しみだな。おっはっ、楽しみですわね。綺麗になった市民プール、今から本当に楽しみですわ。みんなでバチャバチャお水遊び楽しみなのです。単なるお水遊びなら楽しみなんだけどな。どうせ当日はプールで何かとんでもない部活とかがあるんだろう。さてね、これだけ暑いとプールには一般のお客さんも多いだろうしね。あんまり人が多いようだったら自重しようかね。行ってから考えてもいいでしょ。そうだね。レナは部活抜きでのんびりプールに浸かるのでも十分楽しいかな、かな。み、僕もそれで十分楽しいのですよ。たまにはそういうのもいいかもね。ま、日々の激戦を忘れてのんびり過ごすのもいいでしょ。珍しいな。俺はてっきり罰ゲームにとんでもないものを用意してるんじゃないかって思ったけどな。いらっしゃるのですから、常識を持って行動するのが当然のことでございますわ。
なんと、さとこから常識なんて言葉を聞く日が来るとは。明日は嵐か？なんですって？はいはい。では、部長園崎美音、リカちゃんの申請を了承しよう。今度の日曜日は市民プールに集合。水着とタオル、お財布を忘れずにね。も来るの？羽生。はあ、僕だけ仲間外れにしないでくださいなのですよ。別にそんなつもりはないけど、一緒に来てもみんなには見えないんだから面白くないでしょ。そんなことはないのですよ。圭一たちやリカが楽しく遊んで騒いだり、予想もつかない大失敗でのたうち回るのを見たりするのも、それはそれで結構楽しいのですよ。なんか気になるセリフもあるけど、まあいいわ。あんまりペタペタ足音立てたりしないで、おとなしくしてるのよ。はい、なのです。あん。そして数日後の日曜日の朝。ん？もう朝か。朝？で、もうこんな時間かよ。母さん、なんで起こしてくれなかったんだよ。そうだ、今日は朝から東京行くって言ってたっけ。うわー、寝坊だ、遅刻だ。なんでよりにもよってこんな朝に。今日は確か市民プールに直接集合だったよな。今から飛び出せばまだ十分間に合う。荷物よし、戸締まりよし。よっしゃ、行くぜ。うわー、よし、沖ノ宮まで来たぞ。時間は、おお、これなら余裕。下り坂だし、立ち漕ぎでなくても楽勝だぜ。ふう、猛チャージをかけたとはいえ、あと少し遅れていたら致命的だったな。別に遅刻したら何かあるわけじゃないけど、もし俺だけが遅刻したら、ミオンのやつめ罰ゲームとか言い出しそうだからな。下手な弱みは作らないに限るぜ。おかしいな、さっきからずっとなぜか猛烈に嫌な予感がする。でも遅刻しなければそんな水着を着せられるいわれはないはず。だから俺はちゃんと自分の持参した海パンでプールに出られるはず。ん？あー！まさか俺海パン、うわー、やっぱり忘れた。海パンだけ忘れてた。うわー。
どうしよう。沖ノ宮までは下りだから素早く来れたが、海パンを取りに戻って往復したらものすごい時間になってしまう。市民プールで海パンとかって売ってるだろうか。お役所系のプールじゃ売ってないだろうな。どうしようどうしよう。このままじゃこのままじゃ。あれ、ケイちゃん水着忘れたの？ならすっぽんぽんで泳げばできるか。で、レナ。ケイチくんの音声かいいよ。 お持ち帰り。ギャギャギャーク、そのカメレオンみたいに伸びた舌はなんだ。俺を捕食する気か。そんなことないよ、ちょっと甘噛みするだけだから。そんな風に大きく開いた赤い口に説得力なんかないわ。ギャー。恐ろしい。想像しただけでも恐ろしい。現実になればもっと恐ろしい。恐ろしすぎる。どうしよう。俺はどうすれば。そうかい、プールに行くのに海パンを忘れたのかい。それは難儀だ。え、あ、どうも、おもちゃ屋のおじさん。で、ここはミオンのおじさんのおもちゃ屋さんの前じゃないか。話は聞かせてもらったよ。というか、勝手に一人盛り上がってのた打ち回ってたから、いやでも聞いちゃったんだけどね。また俺、独り言喋ってましたか？いや、それはいい。そうなんです、今から雛見沢まで戻るには時間がかかりすぎるし、どっかこの辺で海パンが買えるところってないですかね。あははは、それなら実に運がいい。ちょっとおいで、前原くん。え？じゃーん、どうだい、新品だよ。よかったら前原くんにプレゼントしてあげよう。いつもいつもお店でのイベントを大盛り上げしてくれているお礼にね。おお、海パンだ。柄がなんだか泥棒の風呂敷みたいでヘンテコですが、この際どうでもいい。オンに来ます、おじさん。実はね、この海パンはただの海パンじゃないんだよ。魔法の力を秘めた海パンなんだ。はい？魔法ですか？うん。この海パンはモテモテの海パンの意味を持つ魔法の海パンでね、これに名前を書いて3時間プールで遊べば、履いてる人間にモテモテの魔法がかかるんだ。うさんくさいですね。だよね、うさんくさいよね。あるルートから手に入れた貴重品でね、ついさっきお店に届いたばかりなんだよ。本当に魔法の力があるのか自分で試すのはちょっと不安でね。なんて思ってたら、都合よく前原くんが海パンがないと言ってうちの前で右往左往してたんで、これはチャンスだと思ったんだよ。つまり何ですか？そのモテモテの海パンの魔法が本当かどうか俺に履かせて試させようってことですか？うさんくさいだろう。でも前原くんは海パンを忘れてしまった。選択の余地はないとは思わない？冗談じゃないです。そんな怪しげな魔法の海パンの実験台になるくらいなら、少々遅刻してでも海パンが買える店がないかどうか探し回る方がマシです。この近くじゃ売ってないと思うけどな。
それに今朝ね、ミオンちゃんが来て取り寄せた海パンを受け取ってったんだよ。は？ミオンが海パン？海パンって普通男物のことを指しません？うん、だからあれは君に履かせるためのものだったと思うよ。あんな大きく反り返った白鳥の海パンなんてよっぽどの罰ゲーム用なんだろうね。しかも君限定で。もうすぐ時間じゃないのかい？遅刻したらそれを理由に罰ゲームにされちゃうんじゃないかい？モテモテになれる魔法の海パンか、恥ずかしい白鳥の海パンか、もうどっちかしかないね。ん？どうだい？前原圭一くん。ん？まだその魔法の海パンの方がマシっす。そうこなくちゃ。それにもし魔法の効果が本当だったなら、前原くんはこれからずっとモテモテになれるんだよ。この海パンの内側の名札に名前を書いて、それを履いて3時間プールで遊べば、モテモテの魔法が君の体に宿る。そうなればもう海パンを脱いでも魔法の効果はずっと継続するんだよ。ダメでもともとっすけど、もし本当だったらそりゃすごいな。だろう？もし本当だったらおじさんも試してみるよ。だから君が実験台だ。おじさんにとって君は実験台、君にとっては今日の海パン代わりになる。どうだい？両者の利益は一致しないかい？ほらほら、そろそろ決断しないと罰ゲームになっちゃうよ。わかりました。その海パンを借ります。うんうん。それでね、名前を書いた布を海パンの内側に縫い付けるんだそうだけど、もう布を縫い付け済みで、あとは名前を書くだけの状態なんだ。はい、油性ペン。名前を書くってよりなんか悪魔の契約書に署名する気分だぜ。前原圭一っと。あ、それとね、もう一つ、君の体にモテモテの魔法が宿るまでの3時間の間なんだけど、どうやら試練もあるらしいんだ。試練？そういうのは先に言ってくださいよ。ごめんごめん。なんでもね、モテない男たちの怨念も宿っているらしくてね、3時間の間なんとか君の海パンを脱がそうとあの手この手で襲いかかってくるらしいんだ。うさんくさいを超えてめちゃくちゃヤバそうな海パンなんすけど。くそ、でも選択の余地はねえ。3時間くらい怨念が何だってんだ。そうそう、その意気だ。3時間を無事に乗り越えられれば君の体にはモテモテの魔法が宿る。どうだい、なかなか熱い勝負だと思うだろう。要するにその怨念がどの程度に怖いものか俺で実験しようってわけですね。まあそういうわけ。後で話を聞かせてくれよ。海パンは洗って返してくれ。へいへいへい、何はともあれ海パンゲット。あとはとにかく市民プールにダッシュだ。うわぁ。なんとか着いた。着替えのロッカーはっと。お、あった。待ち合わせ場所は着替えてウォータースライダーの前だったよな。とりあえずこのモテモテの海パンとやらに着替えてっと。見てくれの怪しさの割に履き心地は極めて普通だよな。特別何かが変わったようにも思えないけど、おじさんの話じゃこれから3時間の間モテない男たちの怨念がこの海パンを脱がそうと襲いかかってくるという話だったけど、大丈夫そうだな。で、
こいつを3時間履いてればモテモテ？本当かよ。ま、嘘でも十分。海パンを忘れたというピンチは十分回避できたんだからな。どう転んでも俺に悪い話じゃないさ。さて、早く待ち合わせ場所に行かないとな。ですよ、プンプンなのです。リカが早起きしすぎて早く来すぎただけですわよ。まあギリギリセーフというところですわね。だろセーフだろ。残念もしも1秒でも遅刻してたらスペシャルな罰ゲームを用意してたんだけどね。どうしたのケイちゃん。ああ、いや、モテモテの魔力でメロメロって感じにも見えないし、怨念の力で俺の海パンを脱がしに襲いかかってくるようにも見えないな。やっぱりうさんくさいだけだったか。ん、ケイチ君、なんでもないよ。さあさあ、朝一番から来たんだ。人が混む前に思い切り遊び倒そうぜ。ウォータースライダー行こう。今なら全然並ばないで滑れるよ。おどう滑るの？まさか普通に滑るわけなんかないよね。まあな。まずは仰向け突撃スタイルで突入してやるぜ。ケイチさんたら、いきなり最初から大胆に行きますのね。私も負けませんわよ。サトコは何で来やがるのかな。受けて立つぜ。次はどうですか？おケイチ様、私たちの水着姿にそんなことばかり考えていらっしゃいましたのね。そんな不潔なケイチには
先を譲るのですよ。えい！で、うわー！もう俺の番だったかー！ぐ、ぐわー！バブル！はあおー！僕の水着姿もぜひぜひ品評してほしいのです。ですか？とっておきに取っておいたこの水着は。ケイチ、もう落ちちゃったけど。あお、そんな。それにどんなに着飾ってもあんたの姿は見えないでしょうが。しかもその海に潜る海女さんが着るような出来損ないの着物は一体何？出来損ないとはひどいのですよ。これは僕が昔使っていた水着を今風にドレスアップしたものなのです。あんたが昔の人間だってことがよーくわかったわ。センスまで時間が停止してるのね。いやー楽しいね。よきかなよきかな。あ、どうしたのみーちゃん。館内放送で私の名前呼んでない？お客様のお呼び出しを申し上げます。園崎美音様、お電話が入っております。中央事務室までお越しください。あ、本当だ、みーちゃん呼ばれてるね。ちょっと事務所に行ってくるわ。なんだろうね、今日ここに来るの知ってるのはバッチャだけだし、まさかなんか大変なことでもあったのかな。とりあえず行ってこいよ。それまで適当に遊んでるぜ。うん、ごめんね。みんなで遊んでて。何かあったのかな、このわざわざプールまで連絡してくるなんて、きっとよっぽどのことなのですよ。休養ができたのでこれで帰るなんてことにならないといいですわね。そうだな、まだ遊び始めたばかりだってのにな。園崎ですけど、館内放送で呼びましたか？園崎美音さんですか？さっき、親類の方からお電話が入っていました。こちらの電話番号の方です。ん？おもちゃ屋の吉郎おじさん？なんだろう。というか、なんでプールに来てるの知ってるんだろう。あ、すみません。電話をお借りしていいですか？もしもし、おじさん？あ、もしもし、ミオンちゃんかい？よかったよかった。今日は前原くんが一緒だよね。ケイちゃん？うん、一緒だけど、なんで知ってるの？それはいいから。とにかく大変なんだ、大変なんだ。えらいことをしてしまった。何？どうしたの？例の白鳥の海パン、実は水に溶けるとか？違う。でも海パンの話なんだ。彼は今どんな海パンを履いてる？ん？なんていうのかな、泥棒の風呂敷みたいな柄だね。それだよそれ、魔法の海パン、モテモテの海パンなんだ。な、何よそれ。詳しい説明は省くけど、彼の履いてる海パンには魔法の効果があって、3時間履き続けていると魔法が宿ってしまうんだ。ああ、えらいこっちゃ。モテモテの海パンってくらいだから、モテモテになっちゃうとか？そういう効果だと思ってたんだが、少し違うみたいなんだ。海パンの内側にね、
名前を書いた布を縫い付けると、その名前の人が海パンの人を好きになっちゃうらしいんだよ。ああ、なんてことだ。そこに前原くんの名前を書かせちゃったんだよ。ん？よくわかんないな。海パンに書かれた名前の人が海パンを履いてる人を好きになる？つまり、ケイちゃんがケイちゃんを好きになるってこと？そうだよ。平たく言うとそういうことなんだ。誰からもモテモテになる海パンじゃなくて、ある一人からモテモテになる海パンの間違いだったんだよ。ちゃんと説明書に書いてあったのに見落としてたんだ。ケイちゃんがケイちゃんを好きになる分には別に問題ないんじゃない？とんでもない。前原くんが自分だけを好きになっちゃったら、もう他人なんかに興味がなくなっちゃう。自分が自分にモテるということは、そのつまり一生ひたすら鏡で自分の顔見てうっとり陶酔する、危ない魔空間大好きナルシさんになるってことなんだよ。え？それモテモテの海パンとは名ばかりで全く逆の効果じゃないのさ。このままじゃ前原くんが大変なことになってしまう。前原くんに話してすぐに脱いでもらうよう言ってくれ。とにかく3時間履き続けたらもう手遅れなんだ。プールに入ってからもうどのくらいになる？もうすぐ1時間だね。じゃああと2時間しかない。なんとか2時間以内に彼に海パンを脱いでもらってくれ。ミオンちゃん頼む。頼むって言われても、ケイちゃんが一生鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番素敵なのは誰？聞くまでもなく前原圭一くんなんて危険なワード振りまきながら女の子に見向きもしなくなっちゃうなんて、それはそれで嫌だしな。わかったよ、なんとかするよ。ありがとう。前原くんには謝っておいてくれ。とにかく大変だ。ケイちゃんに知らせないと。という話なんだよ。というわけで申し訳ないんだけど、ケイちゃん、その海パン今すぐ脱いでほしいんだよね。一生自分の顔見つめて危険ワードつぶやくナルシさんなんて健全じゃないよ、ケイチくん。マジかよ、その話。何がモテモテの海パンだ。ケイチは一生魔空間で自分だけを愛し続けるなんてかわいそかわいそなのです。ニパーン。リカ、ナルシさんってどんな人なんですの？だけどよ、これを脱いだら俺他に海パンないぜ。まさかみーちゃん、あれなの？あれなの？なんてケイちゃんはラッキーなんだろうね。こんなこともあろうかと、おじさんケイちゃん用に代わりの水着を用意してきたんだよね。みー、実はですね、ケイチに似合うよミーが特注してくれた、とてもとても可愛い。言わなくてもわかるぞ。恥ずかしい白鳥の海パン、正解だろう。あら、なんでしてますの？そうか、わかったぞ。お前らの企み、その恥ずかしい白鳥の海パンを俺に履かせたくって、そんな作り話を考えやがったんだな。は？何言ってんの？私はおじさんからの伝言を。いや、そうか、わかったぞ。これがおもちゃ屋のおじさんの言っていた試練。モテない男たちの怨念があの手この手で海パンを脱がそうとしてくる試練ってやつなんだな。その手には乗らないぜ。違うよ、別にレナたち嘘なんで。こいつが脱がしたいのか？俺が世界中のギャルにモテモテになっちまうのが怖いのか？ふふー。
2時間経ったら、ケイちゃんは自分だけが大好きになっちゃって、生涯今まで以上に危険ワードつぶやき続けるおっぺけペー野郎になっちゃうんだよ。へへん、その手には乗らないぜ。こいつを脱がしたかったら実力で来やがるってんだ。どうしますの？何か素敵に勘違いをなさっているようですわよ。僕的には自分の世界にどっぷりんこしているケイチを見てるのはとても面白いことだと思いますですよ、ニパーン。ダメだよそんなの。はぁ、そんなの全然健全じゃないよ。どう健全じゃないのかさっぱりわかりかねますが、とりあえず絶対脱がないと言われますと無理にでも脱がしてやりたくなるのが部活魂でございますわね。みー、市民プールのど真ん中でケイチの生まれたまんまの素肌とオットセイを晒し者にしてやるのです。別に私はケイちゃんのスポンポンなんか興味ないよ。でもこのままじゃケイちゃんが大変なことになっちゃうし、ケイチくんのためだもん、ケイチくんのためだもん。これは仕方ないことだもんね。あはははそういうことですわ。これはケイチさんのために仕方ないことなんでございますことよ。となればあとは実力行使しかないのですよ、ニパーン。よし仕方ないね。ここに部活メンバーを招集。ケイちゃんを呪われた魔法の海パンから解放するため強襲作戦を開始する。すべての武装を許可。時間はあと2時間しかないよ。2時間以内に何としてでもケイちゃんの海パンをひんむく。了解でございますわ。ケイちゃんや海パンが原型をとどめなくてもいいからね。レナも本気モードだよ。むき身にしたケイちゃんのお持ち帰りを許可する。望むところなんだよ。ハウハウハウ。面白くなってきたわね、ハニュ。あんたも手伝いなさい。は？リカはケイイチがナルシスなお猿さんモードになっても構わないのではないのですか？ええ、それも面白そうだしね。でもこういう鬼ごっこも面白いから少しでも長く遊べる方がいいでしょ。だから羽生、圭一がプールから脱出しようとしたら時間を巻き戻して外に逃がさないでちょうだい。ゲゲリカ、それは鬼なのです。まさに外道なのですよ。いいじゃない、神様公認だし。勝手に公認しないでください。力をそんな悪魔の修行に使うなんて僕は絶対にごめんなのですよ。逃げるのを阻止してくれたら夏休みの間毎日シュークリーム食べるわ。さらに週に1回エンジェルモート特製のジャンボシューも。絶対阻止してみせるのです。天の道を行き全てを司る神に逆らうことの愚かさを定一に思いっきり思い知らせてあげるのですよ。あん、もうちょっと時代交渉に気を使いなさい。今は昭和よ。どうした、俺はこっちだぞ。くそー、なんてすばしこいんだよ。どうせ平穏な一日には終わらねえと覚悟してたからな。この程度の追いかけっこどうってことないぜ。ほらほら、どうした、お兄さんこちら。ケイチさんの分際で今日は絶好調でいますのね。3時間吐き切ればモテモテになれると信じてるので
ケイチも必死なのです。ケイちゃんのバカ、それはモテモテになれる魔法じゃないのに。そんなのはどうでもいいから、ケイチくんのスベスベス肌と落とせ、お持ち帰り。ほらほら、どうしたどうした。こう見えても小学校の頃はスイミングスクールに通ってたんだぜ。そんな様じゃ俺には追いつけないぜ。ふう、ケイチさんの分際でまるでトビウオですわ。みーちゃん、なんとかうまく追い込めるように指示できない？あ、私も改築が終わってから初めて来たからね。まだ地形が把握しきれてないんだよ。とにかく捕まえてケイチの海パンを引きずり下ろすのです。みー、すげえぜ、レナもミオンもサトコもリカちゃんもあんなにも必死に俺を追い求めてくるなんてさ、こりゃ早くも効果が出始めてるってか。モテる男はつらいぜ。待てー、ケイちゃん。みーちゃん、ケイチ君はウォータースライダーに向かったよ。ハハハハ、さらばだ少年探偵団諸君、残念だったな。待って、生まれたままのケイチ君、お持ち帰りなの。行くぜ、ブリアーケイちゃん甘いよ、その手は読まれてる。ん？何？スライダーの下のプールでサトコが待ち構えてやがるのか。すでに二重三重のトラップを張り終えていましたよ。さあ網にかかりなさいませ。みぱーん、まずいぜ、あんなものに絡め取られたらアウトだぜ。なに？スライダーの途中で停止した。甘いぜサトコ、トラップがあると分かって飛び込むバカがいるとでも思ったか。そらよ、飛び降りた。よい子の皆さん、絶対に真似しないでなのです。やりますのね、追いますわよリカ。その前に網をお片付けしないといけませんのですよ。みー、あー、ケイちゃんがプールの出口に。まさかプールを出ていく気？させないわ、羽生。時間よ止まれ、シュークリームのために神の世界展開。この間にケイチの向きを出口からプールに向けて、よいしょよいしょ、はい解除。ハッハッハ、さらばだ諸君。うわっ、なんでだ。
俺、出口に向かっていたはずなのに。お待ちなさいな、ケイキさん。甘い甘いわ。今の俺に追いつけるものなどこの世には存在しない。ケイチ君すばしっこい。待って、そいつは聞けねえ相談だぜ。何しろあと2時間逃げ切れば世界中のギャルにモテモテになる魔力が授かれるんだからな。この試練を見事乗り越えて、ゼガヒでもモテモテになってやるぜ。何バカな夢見てんの。そんなうまい話あるわけないでしょ。それがあるんだよ、大ありなんだよ。その証拠にお前らは俺のこの海パンを脱がせようと襲いかかってきてるじゃねえか。この海パンの魔力を成就させるにはモテない男たちの怨念から逃れる試練を乗り越えなきゃならねえんだ。そう、ミオンたちは今モテない男たちの怨念に駆り立てられてるだけなのさ。何を勝手な脳内ストーリー作ってやがりますの。あの絶好調な笑顔が最高にムカつきましたよ。こうしてケイイチは2時間逃げ切って危ない魔空間の一人うっとり住人になって、女の子に興味がなくなってしまうのでした。ニパー、そんなのダメー。ケイちゃん、おとなしく捕まってったら。無理だよミーちゃん、本気のケイチ君が相手じゃとても捕まえられない。ましてやいかがわしい目的がかかっていますものね。普段の3割増してすばしっこくなってましてよ。超スケベー魂でパワーアップなのです。レナ、あんただってスベスベス肌のケイちゃんお持ち帰りしたいでしょ。怪異モードはどうしたのよ。はぁ、素手じゃお持ち帰りできないもん。お持ち帰りするにはリアカーとかバトル用のナタとかがないと。持ってきてもいいのかな。かな。いやそれはダメだね。うんうん。しかしこれだけ広いと4人で捕まえるのは難しいですわ。もっと応援が必要でしたよ。そうか、人数を増やすって手があったね。これも全てケイちゃんのため。我が部に禁じてなし。ジローさんたら、男のくせに着替えが遅いわね。ブンブン。みーちゃん、あれ見て、高野美代さんだ。あのけしからんボディは間違いない。巨乳禁止法違反だね。ちょうどいいところに。あらあら、ミオンちゃんたちじゃない。こんにちは。こんなところで奇遇ね。あっはっはっは。実は高野さんに耳寄りなお得情報がございますのよ。こしょ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 。なんですって。前原くんが履いている海パンはサイグデンの秘宝。しかも取り返してくれたら高野をサイグデン秘密見学ツアーにご招待してあげますのです。それは捨ておけない話ね。それで取り押さえるにあたって武器の使用は無制限なのね。その注射器はどこから出したの。しかも大量に。医学を生業にする者のたしなみよ。
嘘だ。今日のカレーはどんな味？市民プールのカレーショップは実は隠れた三つ星店なんです。みーちゃん、あれ見て、シエ先生だ。泳ぎもせずにカレー三昧は間違いない。フォーマンボディと水着が泣いてるね。ちょうどいいところに。おやおや、園崎さんたちですか。こんにちは、皆さんもカレーですか。相変わらずのカレー漬けですわね。そんな知恵先生に聞き逃せないお話がございますのよ。カシャ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 。それは本当ですか。前原くんが海パンの中にレトルトカレーのパックを入れている。ひんやりして気持ちよくて、しかもカレーの匂いで消臭効果もバッチリとか言ってましたのです。許せません。カレーに対する許されざる冒涜です。ああ、父なる神よ、彼の愚行を許したまえ。でも神が許しても先生は許せません。あの、だからその T 型定規はどこから、しかもありえないほど大量に。ミオさん、この方にその質問は危険でございますわよ。そうだね。原作ではさっぱり描かれてませんけど、一応私も沖ノ宮の学校に友人いるんですよね。今日はそんな子たちとプールです。そんな隠し設定はどうでもいいから、シオン、あんたも手伝って。別に私はケイちゃんが危ないナルシさんになっちゃってもへっちゃらですし、お姉だってケイちゃんに男友達呼ばわりされてたじゃないですか。それが何か不都合でも。こんな時に意地悪言わないで。もう今は緊急事態なの。どうしよっかな。お姉ばっか得して、私に得のない話ですしね。わかったよ、貸し一つってことにするから、とにかく力を貸して。やれやれ、なりふり構わずってことですか。仕方ありませんね。姉妹愛に心を打たれて、今日は貸し一つで手を打ってあげましょう。ただし、ケイちゃんは無傷じゃ済まないかもしれませんよ。って、あんた、なんでプールにまでスタンガン持ち込んでんの。前の学校では生徒手帳のようなもので常日頃から常備しておくようにと。前の町へ帰れ。そうでござるよ。今日はエンジェルモート親衛隊の親睦会なのでござる。決していやらしい目的でプールに来たんじゃないにゃりんよ。これはエンジェルモート衣装を見ても列状を催さぬよう、より刺激的な水着姿を見て耐えることを学ぶ精神修行にゃりん。もう水着ギャルたちを眺めているだけで V 字前傾飛行経典超えさ。むむ、あそこにいるは竜宮レナ城、それに里子城に理科城ではござらぬか。城ってつけられるとなんだかいかがわしい感じがする。なんでかな、クマ。エンジェルモート親衛隊ってこんなに人数がいましたのね。一体今日は何人くらいいらっしゃられますの。今日の水着鑑賞会、元い親睦会には実に50人もの参加があったにゃりんよ。
サトコを救うために集まってくれた時よりも人数が多いような気がしますのです。なんだか納得いきませんけど、この大人数は極めて好都合でございましたよ。あの皆さんのお力をぜひお貸ししてほしいんです。なんて説明すればいいのかな。圭一に僕たちの紺色スクール水着を泥棒されてしまったのですよ。にゃ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 。圭一は盗んだスク水を海パンの中に入れて逃げ回っているのです。おかげで水着のお色直し読者サービスができないのです。許せんでござりよ同志。めでるは合法、盗むは職法、萌えを語るは釈迦に説法。理科城と里子城の冠類ハラハラ読者サービスを妨害してフリチーなお色気シーンを減らすなど、天が許しても偉大なる視聴者様が許さんでござる。無論我々はそれ以上でござる。そんな輩はこのエンジェルボート親衛隊が許さないにゃりん。そういうことでもいいのかな。じゃあそのみんな、ケイチ君を捕まえるの手伝ってくれる？捕まえるだけでは飽き足りんす。ゴミロスクミズを取り返し、同じ悲しみを味わわせるため、ケイチ氏の海パンもひんむいてやるす。ぬき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 。いくら手勢を集めるためとはいえ、最低の奴らでございますわね。みー、これで大勢の味方が集まりましたのです。みーちゃん、見て見て、これだけの人数なら負けないよ。よし、行くよみんな。総員突撃、我に続け。どうやらこの海パンの魔力は本物みてえだな。試練ってやつがこれだけ強力なら、そのご利益も期待できるってもんだぜ。っていうか、なんだこれは。一体俺を追いかけて何人が来てやがるんだ。うわっ、お待ちなさいな前原くん。お姉さんが優しくお注射してあげるわ。おっと、危ねえ。高野さんもモテない男たちの怨念に取り憑かれたようですね。注射器で襲ってくるとは本気だな。あなたを捕まえた暁にはサイグデンにご招待してもらえることになってるのね。私の知的好奇心の生贄になってちょうだいな。それそれそれ。わっと、だな、な、投げた注射器ちゃんと回収しといてくださいよ。で、おわっ、今度は T 型定規。前原くん、反省の時間が来ましたよ。さあ、華麗に対する冒涜を今すぐやめて、自らの愚行を懺悔しなさい。何がどうしたら俺が華麗を冒涜してることになるってんですか。うわっ、 T 定規を投げないで。うわっ、うえっとは。ガードなど無意味です。先生の投擲にはガードを弾く作用があるんですからね。さあ、覚悟なさい。うわっ、ひっ、いやあ、あんた、 T 型定規何本持ってきてるんですか。あいたた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 。Checkmate.
プール遊びで全身びしょ濡れってことは、一番効果的な武器はこいつってことになりますね、えケイちゃん。シオンまで。てかおい、この状況でスタンガンはシャレならねえだろ。ケイちゃんが愉快なナルシさんになっても私はどうでもいいことですが、可愛い姉のために一肌脱いじゃおうってわけです。おとなしく食らっといた方が怪我は少なくていいかもですよ。怪我どころか心臓が止まっちまうだろ。容赦のねえやつだぜ。こうなったらこのプールから脱出だ。羽生、この間にケイイチの向きをプールに、は遠いからこっちの壁に向けて、よいしょよいしょ、はい解除。はっはっは、さらばだ諸君。わあ、またか。俺出口に向かっていたはずなのに。っていうか、なんで目の前に謎のモノリスが？わっ！くっ！目つぶし！水鉄砲の狙撃だと？私をお忘れかい、ケイちゃん。今だよ、レナ！お持ち帰り！ごめんね、ごめんね。ケイチ君の海パン、お持ち帰り！させるか！おりゃ！流水プールに飛び込むのは計算済みだよ！へへへ、分かっちゃいてもどうにもなるまい。流水プールの加速力で全力で泳げば追いつけねえもんな。で、人気の流水プールが嫌に空いてるな。で、あれあれ、セミネがいっぱい？シュモクザメの群れだと？あはははは、いたはずですわよ。ケイチさんが流水プールに飛び込むのは計算済みですわ。さあさあ、素敵で可愛いサメさんたちとの素敵な追いかけっこでございましてよ。知ってるか、サトコ。人を襲うサメはほんのわずかで、ほとんどのサメは温和な、人を襲わない性格なんだそうだぜ。あら、そうなんですの？なら追いつかれたらいいじゃありませんの。ちなみにこのサメさんたち、接触してすでに3日が経つというお話でしたよ。泳げ泳げ、前原圭一。これは試練だ。モテモテになれるその日まで泳いで泳いで逃げまくれ。だが向こうは魚だ。水中じゃ勝てねえ。隙を見て岸に上がるしかない。みー、水着泥棒がヘトヘトになって上がってきましたのです。現れたでござるよ。見損なったでござる、同志圭一。リアル女学生の水着泥棒なんて、最低にあり。とか言いながら、未練たらたら、その羨ましいぞ、俺にもお裾分けしろって顔をなんとかしろ。圭一の海パンを脱がしてくれたら、僕の紺色すくみずを写真付きでプレゼントしてあげるかもですよ、ニパーン。おー、エンジェルモートの輝ける明星、偉大なるフルデリカ陛下、バザーイ。うおー、人海戦術かよ。受けて立つぜ。どうだいケイちゃん、いくら広大な市民プールの敷地とはいえ、よもやこれだけの人数を相手にいつまでも逃げ切れると思うのかい？このままじゃ
きっと海パンを脱がされてケイチ君のスベスベ素肌がポロンって丸び出ちゃうね。はうはうはう。あははは。大勢で一人を圧殺する快感。ケイチさんがどうあがこうとも孤立無援、時間の問題でしたよ。これだけの人数に襲われて白昼堂々、こんな大衆の前で海パンをむしり取られた日にゃ松代まで笑い者にされちまうぜ。さすがにもう念仏を唱え始めた方がいいようだね。大丈夫大丈夫、脱がされてもケイちゃん用の新しい海パンはちゃんと用意してあるからね。諦めてはいけない。どんなに簡単な願いや思いも諦めたらそこまでなんだ。男として生まれたからには誰だってモテモテになりたい。その人生最大の野望をこの程度のピンチで諦めたりするのかい。何男に生まれたからにはいつかはなりたいモテモテ男。それを叶える魔法の海パン、素敵じゃないですか。しかも3時間履けば魔法が宿り、海パンは次の持ち主の手に渡る。そう、ソウルブラザーは全員揃ってモテモテを実現し、萌えとロマンの究極世界へ至る扉についに手をかけることができるのです。トミー、クラウド、そしてリリー、暗黒四天王、ここに集結。そしてケイチ君の名も仮のものに過ぎない。その真の名は漆黒の魔王ケーザー。ついにケイを筆頭に悪の四天王が揃い踏み、最高だぞ、もっとやれ。なんなんですのこれは。また妙ちくりな連中が4人も揃っちゃいましたよ。今頃増援とはね。しかしこの人数に対して
たかだか3人が来たところでどうにもならないと思うけどね。どうだろう。あの4人が揃うといつもめちゃくちゃになっちゃうし。ふぅ。トミ、クラウド、リリー、ピンチに駆けつけてくれてありがとうよ。礼には及びません。 K はもうじき日本男児の本懐、モテモテの夢を叶えます。それを守るのはソウルブラザーとして当然のことですよ。残り時間はあとどのくらいですかな。その時間まで我らソウルブラザー暗黒四天王、この程度の人数防ぎ切って見せちゃいますよ。さあ、僕たちが怖くなければかかってくるがいい。浜野正子が尽きようとも僕らの萌えは尽きたりしない。こいつは心強いぜ。任せてくれ、みんな。俺にモテモテの魔法が宿ったら、この海パンはソウルブラザーみんなの財産にするぜ。そしてみんなでモテモテを満喫するんだ。もちろん俺もみんなに魔法が宿るまでがっちり護衛してやるからな。そういうことです。海パンの怪しげな試練、私たちソウルブラザーの結束の前には物の数ではありません。ひどいわね、二郎さん。私という女がいながら他の女にまでモテたいのかしら。悲しいわよ。すまない高野さん。僕が富武二郎だったならこんな海パンに惑わされず黙って君の元へ走るだろう。だが今の僕はソウルブラザーのトミーなんだ。こんな僕を許してくれ。なんだかそこまで言われるとカチンとくるわね、ミオンちゃん。確か何でもありなのよね。前原くんの海パンを脱がすのに一切の手加減は無用なのよね。ええ、まあ地球破壊爆弾以外なら何でもありです。で、どこから出しました、そのトランシーバー。それは金属事項よ。ともかくよくぞ言ったわ。あとは私に任せてもらうわよ。おころぎ。はあ、はあ、出番がなかったらどうしようかと思ってましたわ。キラーン。な、おころぎくんか。また怪しげな人が登場しましたわね。酸素ボンベ背負ってずっとプールの底に隠れてたわけですの。そこ、このプールでは酸素ボンベは禁止ですよ。ゴールサイドでカレーを食べるのも多分禁止だと思いますのですが。それ言ったら殺されるわよ、たとえあんたでも。おこのぎさん、これはどういうわけですか。まさかこの私に歯向かうおつもりですか。すんませんね、入江所長。うちらも銭で雇われている以上仕方ないこってすわ。どうかしら、入江先生、次郎さん、さらにこれだけの人数、さすがにもうどうしようもなくないかしら。
なんということでしょう。お好みさんめ、いつの間にか高野さんサイドに寝返っていたとは。富武さん、他に増援を呼べませんか。呼んでも来るのにだいぶかかるだろうね。今のこの急場には間に合いそうもない。となれば私の出番ですね。地元のことは地元警察にお任せあれ。それ機動隊の皆さん、すげえぜクラウド、機動隊まで呼び出せるのかよ。勤めて今年で勤続40年超。今の私に沖の宮で不可能はありません。これは誤算じゃないかい。高野さん、おこのぎくん、これだけの囚人監視と警察の面前じゃ君たちもやりにくいはずだよ。おこのぎ、こっちは戦闘のプロでしょ。機動隊が何を、殲滅しなさい。そりゃ難しいこってす。向こうは完全武装の機動隊、こちとら都市空権。せめて武器とは言いませんから、普通に服着て退治したいもんです。その格好でずっと潜水してたのはあんたの趣味でしょうが。ざまあねえな、高野さん。せっかくの切り札もクラウドの機動隊の前じゃ役立たずみたいだぜ。次はどう来るつもりだ。余裕ですね、前原くん。ですが先生の前に機動隊の壁など無意味ですよ。誠の私が得意とするのは空中戦と投擲術。この程度の人垣、ひとっ飛びに超えてこの必殺 T 型定規の投擲でカイパーを引き裂いてやります。ゴッドハンター知恵の名は伊達ではありませんよ。それは困りますね、知恵先生。さあこれをご覧なさい。そのカレーは、そうです、幻のカレー店で密かに売り出されたテイクアウト用レトルトパックです。しかもこれはお店の改装イベント時に限定で10パックだけ作られた超超レアカレーなのです。その滴るような味わい、語りきれないコク、深み、辛さの中にも甘さがあり、絶品中の絶品と誉れ高い究極の一品。それを今この場で引き裂いてぶちまけられても平気ですか。いや、できますまい。真にカレーを愛するあなただからこそ屈するしかないのです。さあひざまずきなさい。そしてカレーと我をたたえよ。そして水着ではいけません。メイドさんの格好にお着替えしてお許しくださいご主人様、どうかそのカレーを私めに召し上がらせてくださいと、首輪付きで四つん這いになって癒しそうにしながら叫ぶのです。さあ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 、ほら、メイドインヘブン。お許しくださいご主人様、どうかそのカレーを私めに。後で必ずお仕置きしますけど、今はどうかお許しください。明日の学校が怖いと思うのは俺の気のせいだろうか。とりあえず今はそれを忘れよう。今はモテモテの魔法を身につける方が先だ。どうだミオン、高野さんも知恵先生も屈したぞ。あとは何だ。
承知。でございますか。僕の肉体は鉄壁さ。なんてめちゃくちゃなんです。スタングレネードを胸板で防ぎますか。ありえない。さてシオンさんもそろそろ落ち着きましょう。さあご覧なさい、これは我が雛見沢ファイターズの秘蔵写真集です。あなたも知らない無防備なサトシ君の写真が満載。それを今この場で引き裂いて流水プールに流されてしまってもいいのですか。お許しください、ご主人様。もちろんそれだけではありません。こちらは高野さんのスクラップ帳です。さあひざまずきなさい。メイドさんの衣装に着替えて許しを請うのです。お許しください、ご主人様。一番頼りになりそうだった方々にはことごとく弱点がありましたのね。悔しいですけど今の圭一さんたちには歯が立ちませんでしたよ。というわけで圭一は一生自分だけを愛する素敵で危ないナルシさんになってしまうのでした。ニパーン。そんなのダメだってば。だいたいなんでこんな怪しげなマジックアイテムが雛見沢界隈に転がってるわけよ。信じらんない。お社様は本来縁結びの神様なのですよ。だからお社様ゆかりのものには縁結びの効果やモテモテの効果があってもおかしくないのです。それはとっても素敵だけど、手鏡を見つめてにやけるナルシさん生活なんてそんなの絶対ダメだよね。ほう、ナルシさんが一体どんな人なのか私にはまだよくわかりませんですけど、とにかくあの勝ち誇ったような圭一さんに一泡吹かせてやらなければ収まりがつきませんでしたよ。どうしようどうしよう。圭ちゃんの周りは今や機動隊が守りを固め、機体の戦力だった高野さん、千恵先生、シオンも監督のメイドインヘブンに囚われちゃったし、どんな狙撃からも富武のおじさまがマッスルガードで守っちゃうし、もうどうしようもないよ。実にもうどうしようもないのですよ。ニパーン。リカちゃん、さっきから余裕っぽいけど、実はあの海パン、魔法なんてのはガセ？古出神社の巫女だからそういうのには詳しいとか。はいです、僕はお社様の巫女だからお社様の霊剣のあるアイテムには詳しいのです。だからわかります、あの海パンは本物ですよ。だからもうすぐ圭一は素敵なナルシさんになってしまって異性に見向きもしなくなるのです。ニパーン。うわー、それはダメだよ、ダメダメダメ。ちなみに羽生、圭一がそうなった未来の姿はあなたなら見えるかしら。あ、まあ様子くらいは見ることができますが。どうしたの？気色の悪いものを見てしまったのですよ。
例えるなら、真夏の暑い日にシュークリームを後で食べようと机の上に放置したまま、うっかり友達の家に遊びに行ってついつい一泊して翌日の夕方自宅に戻った時に味わう阿鼻叫喚の地獄絵図。その匂いは果たして甘いのか苦いのか酸っぱいのか、ともかくもう形容しがたいかぐわしさで、ただ目を開けているだけでも涙がポロ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 出てきて意識までもか遠のきそうで、それでも片付けだけでもしなければとデロデロになったそのシュークリームのようなものを手に取った瞬間、一瞬アーモンドと間違いかけた黒光りするやつがひょっこり顔を見せた時のような気分とでも申しましょうか。ハニャ、あんたなんてわかりやすい例えを。さっきの約束取り消しよ。シュークリームはしばらく見たくもないわ。そんな説明しろって言ったのはリカじゃないのですか。どうしたのリカちゃん。なんでもないのですよ。ニパどうしましょうか。もう晩酌つきましたわ。残りは1時間もありませんし、レナさん、他に何か手がありまして。うん、状況を整理すると、つまりケイチ君に強力な味方が現れちゃったから手が出せなくなっちゃったんだよね。そういうことですわね。少なくともあのソウルブラザーの連中さえ現れなければ、海パン奪取は時間の問題だったはずですもの。ということは、ソウルブラザーの3人をどうにかできれば。せっかく面白くなってきたのに、レナが何かを思いついたようね。リカ、さすがに両親が痛みませんか。もういないし、両方とも。そっちの両親じゃないのです。はて、リグーさんが私に何の話でしょうね。気をつけろよクラウド。俺たちを一人ずつ切り崩そうとする罠かもしれないぜ。もちろん用心しますよ。さて、この後に及んで何を提案してくるやら。 K はのんびりそこで日光浴を楽しんでてください。トミー、イリー、K の警護を任せますよ。ええ、お任せあれ。監督、実はお話が。え、何でしょうか、さとこちゃん。あと、富武のおじさま。なんだい、ミオンちゃん。なんだ。なんで3人別々に呼び出されてるんだ。さて参りましたよ。何のお話でしょうか。ですね、レナたちがプールに来たの、実は9時からなんです。9時？市民プールは朝10時からじゃありませんでしたっけ。今日は特別な日で、いつもより1時間早くオープンしてたんです。そうなのですか。嘘に決まってるじゃない。しかしそれだと、いや、ということはもうモテモテの魔法が宿る3時間はとっくに経過してるじゃありませんか。ケイチさんはモテモテになるのは世界で自分一人だけで十分とばかりに、あなた方をたばかって騙してるんですわ。それは本当ですか。モテモテの海パンをみんなで吐き合って、共にモテモテの波動を歩もうと誓い合ったのに、その誓いは嘘だったというのですか。しかもなのです、あの海パンにはあと1回分しか魔法が残っていないのです。なんだって。
ということは次に入った人でもたもたの魔法は終わらないのかい？ようやく状況が飲み込めてきましたよ。つまり私による私のための私だけの世界メイド改革を実現するにはトミーやクラウドに先んじてモテモテの海パンを手に入れなければならないということなんですね。なるほど、そういう状況になると話は変わってくるね。変わってくるのですよ、ミパーン。リカさん、これから起こることは全てソウルブラザーの問題で、ソウルブラザーの手によってのみ解決される問題です。以後のことはどうか私たちにお任せいただきたい。はい、お任せしますね。だからケイチ君の海パンよろしくお願いします。お、どうしたんだよ3人とも。一体何の話だったんだ。気のせいかな。なんだか3人とも顔色が悪いように見えるんだけど。へい、ソウルブラザーは魂の兄弟。僕たちは全ての夢も喜びも痛みも悲しみも共有する。そうです。ですから誰が勝っても負けても私たちは共に泣き共に喜び合いましょう。しかしできればそのご利益は自分にありたいと思うのもまたソウルブラザーとして当然のことです。なんだよみんな急に真面目そうなことを言い出して、一体何を吹き込まれたんだ。というかなんでみんな俺の海パンをじっと見てるんだよ。まさか。その海パンはいただきます。コンゲパンは私が預かりまーす。モテモテの魔法はソウルブラザーで最もエレガントな私にふさわしいとは思いませんか。そういうわけにはいかないね。ここは肉体と肉体の言葉のいらない語り合いで決着しようじゃないかい。モテモテになれるはずだったのに。全然違いますわよ。さっきから言ってますわ。あの海パンは名札の人に好かれる海パンなんですの。だから自分の名前を書いてしまったら自分しか愛せない、生涯鏡を見つめてうっとり危険ワードをつぶやき続けるかわいそうな人生を送っていましたのよ。それはそれで面白かったのですが、
残念なのです。みー、それって本当かよ。え、本当？うん、そうだよ。ケイチ君が女の子に興味がなくなっちゃったら大変だもん。そんなのケイチ君じゃない。そうそう、スケベじゃないケイちゃんなんか偽物もいいとこだもんね。いやいや、本当に危ないところだったよ。ケイチが異性に興味をなくしてしまったら悲しむ人もいるに違いないのですよ、ニパーン。なんだかよくわからねえが、危ないところだったんだな。ありがとうよ。そしてごめんよ、みんなの言うことを疑ったりして。結果オーライだから許してあげましたよ。それにただプールでお水遊びをしているより断然に楽しい一日になりましたもの。そうだよな。まだまだお昼だよケイチくん。お昼ご飯を食べてまた午後もいっぱい遊ぼう。今日はプールでたくさんたくさん遊ぼうね。あて、あのさ、俺今海パン脱がされちゃったから、そのすっぽんぽんなんですけど、それで午後もプール遊びをしろと？んふんふん。ケイチにお似合いの水着がここにあったりするのですよ。いやだ、あんな恥ずかしい白鳥の海パンなんて嫌だ。俺は学生だぞ、なんでそんなお笑い芸人みたいな格好でプール遊びをしなくちゃならねえんだ。ソウルブラザー、男物の海パンなんか奪い合ってないで俺を助けてくれよ。午前中から大変な大にぎわいになりましたが、市民プールは今日もにぎわって大変な騒ぎで、実に楽しい一日なのでした。ニパーン。テリカ、本当にこのままオチになっちゃっていいんですの？なんかまだオチがありそうな気がするんですけども。みー、ケイチの名前入り海パンをソウルブラザーの誰が履くかということですか？あ、ということはあの海パンを履いた方はケイチさんからモテてしまう。今から3時間後にはケイチと素敵なバディの暑苦しいカップルの誕生なのですよ、ニパーン。ちなみに羽生、誰が勝つか結末は見えるかしら？おぞましいのです。そんなゲテモノ劇場を見たくもないし知りたくもないのですよ。